銅座は、江戸時代に銅の取引や銅の鋳造をした場所。銅を扱う商人の座の名称としての銅座は、鎌倉時代にまで遡ることが可能であるが、本項目における銅座は、江戸幕府が銅の流通の統制及び、専売のために設置した機関を指す。長崎貿易における金銀の流出を防止するために、 漢文年間よりサオドなどの銅による代金決済を行い、金銀の流出を防止することを図り一定の成果を上げた。だが、銅は日本国内においても銅線などの原料として用いられるために大きな需要を持ち、かつ原独年間に入ると国内の銅山の産出量減少によって貿易に必要な銅を確保することが困難となった。そのために、 銅輸出許可量を減らす八百九十点二万金、千七百十五年四百五十万金、千七百四十三年二百十万金、千七百四十六年三百十万金。一方で輸出に用いる銅を確保するために取引の統制を図った。これが銅座である。だが、国内の銅の生産及び需要は、江戸時代を通じて激しく変動し、一時期は国内で使用される。 地売り道を含めたすべての道を対象としたり、反対に経営不振によって、一旦廃止された後に復活するなど、右予曲折を経た後に、1868年に廃止されるまで続いた。現在でも、その名残で、長崎県長崎市に銅座町という地名が残る。大阪での銅の鋳造は、大阪道吹き屋において行われていたが、その取引管理のため、1701年に、 銀座の火薬として銅座が設けられた。銅座役所は大阪高来京都一丁目両替町の大阪銀座に設けられた。1712年に一度廃止されたが、1738年に両替町に再度銅座が設けられ、地売り堂も管理の対象とした。1750年に経営不振を理由として再度廃止されたが、1766年に、 北浜にサンド銅座が設けられた。現在、大阪市立銅座幼稚園が、大阪市中央区内、旧法寺町にあり、近隣に、銅座公園がある。銅座の跡地には別に、大阪市立合玉幼稚園があり、その前に、銅座の跡の石踏みが混流されている。なお、幼稚園の建物は1901年の建築で銅座、そのものとは関係はない。 1724年に浜町そばの埋め立て地に中道所が設けられ輸出用の銅の鋳造を行っていたが1738年に廃止された。その後1741年にその跡地に銅座銭座が置かれ鉄製官営通報等の鋳造を行っていた。中道所の廃止後その後の埋め立て地を銅座跡と呼称したのが地名の起こりである。 1868年7月に東道座町、西道座町が置かれ、同年10月に両者を合わせ道座町とした。現在は周辺と合わせて長崎市内で有数の歓楽街となっており、中道所があった場所付近に銅座跡の石踏みが混流されている。ありがとうございます。